最後、ポイントの補足事項としては、会計システムのですね、フリーと連携しますっていうところですね。他の記事ですね、でも、例えば、弥勒情報とつなぎますとか、なんか大塚商会とつなぎますとかいう事例も、この記事のですね、違う記事で、これを出しているメディアの媒体で違う事例ですね、解説してますけれども、こういうふうな書き方をした方がですね、より例えばこちらの会計システムを使っている企業様が、うちのことつながるんだっていうふうに分かりやすいというか、だったり、例えば私のとかですね、弊社の事例で言うと、例えば、オービックとかとつなぐとか、勘定奉行とつなぐとか、国内の製品となんですかね、例えば富士通さんの、グロービアとつなぐとか、スーパーストリームとつなぐとか、弥生会計とつなぐとか、マネーフォワードとつなぐとか、何でもいいんですけど、こういうふうにですね、会計システムとつなぎますっていうと、ちょっと抽象的で、自分たちの使っているツールと、つながるのかどうかみたいなところがですね、ピンときづらいところなので、今回はですね、ちょっと一例ですけど、フリーと連携して、フリーの、会計データと連携しますよっていうところですね、こちらを、特にですね、強調点として書かせていただいております。なので、これとしかつながらない、先ほど他の会計システムの一例を挙げましたけど、別に他のともつながっ、あのところと、つなぐっていうプロジェクトやったりとか、そのデータを吐き出したのは入れるとか、いろいろあるんですけれども、その辺がですね、日本の会計システムともつながるっていうところが、ちょっと補足したかった内容となっております。